どうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケイスケです。今日は皆様に謝らなければいけないことがあります。私ケイスケ、ついに女性プレイヤーに手を出してしまいました。タウンホール10上げたてなので、いつものようにマルチを回してました。しかしなかなか放置村が出ず、ああもう今日はやめようと適当に攻めて終わらせようと思っていたら、ちょうどいいタウンホール9の配置が出てきました。なので攻めたところ、なんとびっくり、オフ会で会ったことがある知り合いの女性プレイヤーでした。本当にわざとじゃないんです。動画ネタを作りたいとかそういうつもりで攻めたわけではないんです。つい出来心で魔が差してタウンホール9に格上攻めをしたところ、それがたまたま知り合いの女性プレイヤーなだけだったんです。女の子に攻めてみたいという欲求を抑えられずに攻めたというわけでは決してございません。しかし知り合いの女性プレイヤーに手を出したことは紛れもない事実です。なのでこの場をお借りしてお詫びを申し上げます。さらに私ケイスケ、とてつもなくひどいことをしてしまいました。それがこちらでございます。見てください、シバレイジを見せつけてしまいました。女の子に責めただけではなく、こんなにも恥ずかしい姿を見せつけてしまいました。本当にクラクラチャソネルのミキツンさんをはじめクラメンの皆様、今まで応援してくださった視聴者の皆様、本当に申し訳ありませんでした。私ケイスケも一人の男性プレイヤーでございます。やっぱり女性プレイヤーの配置に少なからずとも興味はあります。どんな配置の形してるのかなとか、テスラはどこにあるのかなとか、そういった興味はあります。ただ今回のように知り合いの女性プレイヤーに手を出してしまったことは、本当に悪いことをしてしまったなと反省しております。この度は本当に皆様申し訳ありませんでした。そして皆様にまだ謝らなければならないことがあります。ミキツンさんを責める前に、実はクラメンのポヨじいさんを責めてました。そうです、余罪がまだあったんです。ほんの出来心でした。クラちゃんフィギュアは紅白戦をやっており、そして自分はリプ撮影企画で NFT さんにお邪魔している頃でした。マルチを回すとクラメンを引き当てられるんじゃないのかなとふと検証してみようと思い回してみたところ、なんとびっくり、本当に引き当ててしまいました。最初はちょっと軽く施設を削る程度で挨拶しようと思ったんですが、ぽよじいさんの資源に目がくらんでしまい、結構ガチな攻めをしてしまいました。資源が欲しかったんです。稼げども稼げども膨大なアップグレード費用で消えるばかり。こんなんじゃとても800万のインフェルノタワーなんか建てられることなんてできません。だからほんの出来心で攻めてしまっただけなんです。そして皆様ご覧ください、アチャクイが死んで完全に事故っております。クラメンを攻めただけでなく、さらに事故って本当にクラちゃんメンバーかよって疑っちゃうような攻めをしております。クラちゃんの看板に泥を塗ってしまいました。
ぽよじいさんをはじめ、くらちゃんメンバーの皆様、そして今まで応援してくださった皆様、本当に本当に申し訳ありませんでした。でも自分は思うんです。本当に悪いのは自分だけでしょうか。だってよく考えてみてください。壁一個塗るのに300万400万かかるゲームなんですよ。こんなの到底何年かけても払い切れる額ではありません。だから僕は思うんです。本当の悪はこのゲームを作ったスーパーセルなのかもしれませんね。